この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。すごい、ありがとうございます。今のは何だったのか、目が悪いです。異彩のアーティスト岡村康之、昨年実に7年ぶりとなるツアーライブに復活。類まれなる才能とステージパワーを見せつけた。もともと19歳の頃からプロの作曲家として数多くのアーティストに楽曲を提供。自身も86年のデビュー以来、次々と曲をチャートインさせ、一躍音楽シーンの中心に躍り出た。しかし96年以降はプロデュース業が中心となり、アーティスト活動からは遠ざかってしまう。そんな岡村に復活のきっかけを与えた一枚、彼をリスペクトする若きアーティストたちによるトリビュートアルバムの発売だった。ファンだけでなく音楽界からも復活が待ち望まれた彼の魅力とは、そして表舞台から離れた時期、胸の内にあったものとは何なのか。これは相当その間空きましたよね、うん、10年。はい、お二人ともそうですけど、こう制作するでしょ、もの、はいはい、映像でもいいでしょ、音でもいいですけども、残るものじゃないですか、はいはいはい、やっぱ妥協はしたくないですよね。あ、妥協するとうわこんなの聞けないみたいなこと起きるじゃないですか、はいはいはい、だからなるべくベストは尽くしたいですよね、はいはいはい、でそれをやるとやっぱり時間はある程度かかるんですけど、はいはいはい、時間かかるってことはスケジュールも組みにくいし、はいはい、お金もかかっちゃう、でもこう時間をかければいいものはできるっていうのは分かってるので、はいはい、そういうこう戦いみたいのがあって、はい、なるほど。その日本の音楽界というかっていうのはすごい速いスピードで曲を作ってくれというようなことが多い、システムがね、よく思いませんか。だから映像でもいいし音でもいいけど、あともう一頑張りとかもう一粘りしとけば、もっとこう俺は自分のレコードよく聴いてこう車の中でガンガンかけてたはずなのに、その一粘りができなかったために聴くたんびにちょっとブルー入るとか、見るたんびにいいんだ見ないんだみたいになるとか、戻るきっかけっていうのは何だったんですか。戻るきっかけはいろいろありましたけども、事務所が変わったこととか、はい、あとまあすごくこう待ってこうニーズがあったってこととか、はい、いろんなことが考えられますけど。で事務所が変わって、今の話したようなことはできているわけですか今は。ですね、事務所が変わったことによって本当にいろんなことが変わってしまってですね、はい、何ですか、政権が変わったみたいな感じですね。だって今の事務所って吉本なんですよね。そうですね、そうですね。最初はこう何ですか、プロデュースをしてくれないかみたいな話で来て、でそのうちこうお知り合いになって、でコミュニケーションを取るようになって、不安とかもたくさんありますよね、例えば今事務所変わったりすることって考えられますよね。考えられないですね。そういうことなんですよね、ああなるほど。あれですよね、僕と太一が昔から言ってるんですけど、どんなにいらないって言われてもずっとへばりついていこうなって言ってましたからね、周りの方たちは変わっちゃうんですか。もちろん全員変わります。うわーきついですねそれは。そうですよね、こう慣れ親しんでたりとか、こう何年かかけて 作り上げた例えばまあスタジオでもいいですし、なんか、はい、事務所のシステムでも何でもいいんですけども、はい、やっぱそういうのはやっぱ便利なので、どうしても依存したくなるんですけど、自分が本当に調子いい時っていうのは、別にどこにいてもやっぱりいいものを作ると思うんですよね。本当に調子いい時ですよ。なんかこう例えばすごい自分が大事にしてる蝶ネクタイみたいなのあったりするじゃないですか、でこうマネージャーが忘れてきたとするじゃないですか、もう出ないよと、僕はもう帰るみたいなことを言ったとするじゃないですか、それってやっぱこうやっぱものすごくこうなんかその蝶ネクタイに頼ってるわけですよね。なるほど。ああなるほど。でそれはいいか悪いか置いといて、はいはいはい、やっぱ頼らなくてもいい状況になれるとやっぱ強いですよね。そうっすよね、だから僕はそうであるとかそうではないとかいうのは置いといて、そうでありたいなと思いますけど、吉本興業に入るにあたって道場に行かれた。行きましたね。どんなことするんですか。まあ、修学旅行みたいなもんですよね。全然知らない同士がガーって一つの寺みたいなところ集まって、何人ぐらいいるんですか。
3、40人ぐらい。そんないるんですか。もうめちゃくちゃおじいちゃんいますからね。めちゃくちゃおじいちゃんいますめちゃくちゃなおじいちゃんじゃないですか、ね、めちゃくちゃおじいちゃんがいるってことですよ。でまずやらせられるのは自己紹介ですよ。東京から来まして、よくわからないんですけど、事務所に行けと言われたので来ました。素直ですね。素直よろしくお願いします。よろしくお願いします。どうでした、コンサートよりも緊張します。緊張しました。あ、岡村ちゃんだなんて言われたりとかしなかったですか。いや、一人二人ぐらいしかいなかったですね。それはもうほとんどみんな自分のことでいっぱいいっぱいですからね。あ、そんな、うん、周り全然もう一つのこう部屋でみんなで寝るわけですよ、もう全然楽しくない修学旅行みたいな、もう全然親しくないみたいな、やだみたいな。それはどれぐらいの期間続けた。何日間ぐらい。最初どんくらいだったの、1週間か2週間ぐらいですかね。ああ、最終的には 2,3 ヶ月ぐらいやりましたけど、その間って楽器は触ってないんですか。その寺みたいなところですか、はい、全くそんな楽器もクソもないですよ。ですよね、でもちょっとこう触りたくなったりとか、あ、それはありましたけど、でも全然そんな環境じゃないんですよ。あ、行って良かったと思います。思いますね。あ、そうですか。最終的にはもう全然知らないようなこう北海道のなんかリース業のおじさんとか、なんか看護師の方とかとお友達になったりして、多分そこに行かないとそんなことは多分なかったと思うんですよね。あ、なるほど。単純に趣味とかって何なんですかね。普段仕事してない時は何をしているのかが。趣味なんでしょうね。あんまないですけどね。あ、ちょっと待ってください。お二人は何ですか。あ、僕ですか。僕はまあおもちゃ集めるのが大好きなんですね。僕は釣りと、あと工作ですかね。そういう感じの。あ、あります、あります、はい、あのね、なんて言うんでしょう、学校の教材みたいなのを買ってくるの好きなんですよね、はい、例えば図工で使う何々とか、保健室にあったものとか。そうそうそう、あと理科の実験。見たことある。あるでしょ。あります、あります。あれ系の店に行ってこう。はあ、それはその先には何があるんですか。なんかちょっと笑っちゃいましたよね。何があるんだろう。なんかこう自分の昔を思い出して買うのか。だから確かに何があるんだか分かんないですけどね。でもちょっと待ってください。でもご趣味があるじゃないですか。それは先に何があるんですか。はい、そうですよね。まあ、単純におもちゃ集めは、あ、ちょっとデコレートするとか。はい、その家に飾ってる雰囲気も好きですし、1974年の僕の同い年のやつを買うとか、そういうところ。マニアックですね。はい、そういうところですかね。同い年の学校のものを買ってたり。そうね。いいですね。でも楽器とかだったらあるんじゃないですか。同い年の楽器とか。あるかもしれませんね。でもあんまこだわりないですけども。そうなんですか。でも1970年っていい年ですよね。70年代。もうなんかすごい長かったような気がするんですよね。1970年って。あ、そうですか。うん。ちょうど小学生ぐらいですか。そうですね。だから5歳ぐらいでしょうね。5歳ぐらいの時。5歳。長かったですか。1970年長えなと思った。なるほど。ああ、80年あと小学校2年生長えなと思ったことありますね。自分からガンガン行ったことないってことです。 CM の後は岡村康幸が描く理想の恋愛、そして大人像。カメラを渡していろいろ私生活を撮ってきていただいた。これは自宅ですか。いえ、スタジオ。小さなスタジオですね。こういう感じで毎日のようにレコーディングしているって感じですか。そうです。レコーディングしたり、まあ、これ岡村さんですか。僕じゃないですね。あ、違うんですか。ミキサーの子ですね。これは何ですか。これ仕事終わって家帰ったらこう朝焼けがあったので。ああ、じゃあこれやっぱ朝まで仕事してるんですね、今。これ朝日ですか。うん、でこういう風景を見るっていうのもなんかちょっと僕の中では癒されて。癒しとかってやっぱ大事ですか。僕はすごい大事にしてますね。本当ですか。はい、どうですか岡村さん。まあ分かってないだけなのかもしれないんですけど、僕のことを癒してくれるのは、僕がいい仕事をする時しかないんですよ。それを癒しをと感じる。そう、いい仕事してふうはいいわとか思う時が僕は自分が癒される時。それ以外はないんですよ。本当ですか。うん、これはタワレコのイベントですね。あ、場所としてはどこなんですか。武道館ですね。これ武道館、うん、
あ、菅さんですね。あ、菅さんと。そんな親しいわけじゃ全然ない。あ、そう。あんまり楽しそうじゃないですもんね、岡村さんも。聞いてましたっていう感じですか。あ、そう、が来て、あ、ありがとう。僕よ、君もいいねみたいな。君もいいね。おお、山崎さん。山崎さん。彼も全然親しくないですね。山崎さんとは何回ぐらい。初対面だと思いますね。ああ、そうですか、うん。初対面って感じですよね。この写真を見る限り。無愛想ですよね、僕ね。この写真見る限りではそんな感じしますよね。今気づきました。これ見てて。ありますあります。これはちなみに。これはですね、自分家の近くの焼き鳥屋で。焼き鳥屋さん。ええ、打ち合わせした時じゃないですかね。タンパク質、はい、もうなるべく取った方がいいっていうじゃないですか。プロテイン、うん、炭水化物減らして、はい、焼き鳥これすごい不良みたいですよ。失礼。焼き全然大丈夫ですけど、ものすごいなんか家の友達が来たみたいな。カツンカツン家に友達来たみたいな。家、そうですね、確かに。家で自分で料理をしたいとかそういうことってあって、めちゃくちゃしますね。するんですか。します、します。得意料理って何ですか。いろんなの好きですね。鍋物も好きですし、うん、あとそのこう炒め物、うん、あの肉野菜みたいなのとか、うん、チャーハンみたいなのも作りますし、それはもうあれですか、本見ないで作っちゃったりするんですか。見ないで作りますね。それは別に趣味ではないですか。生き様ですね。生き様、うん、生き様、うん、上のお二人はやりますか。あの、ほとんどやらないですね。これは絶対やった方がいい。本当ですか。おすすめですよ。え、何がいいですか。まずかっこいいんですよ。どうしてかっていうと、こう料理をするってことは、はい、あのスーパーやいろんなとこ行きますよね、はい、そうすると、はい、季節が分かるわけですよ。今の季節の野菜はこれだねとか、もうものすごい大人じゃんと思うわけですよ。ああ、なるほど。食材で季節が分かるということが大人と、うん、そうそう。じゃあ、自分でその野菜を作るっていうところまで行こうとは思わないですか。ああ、そこまでやってみたいですね、時間と余裕があれば。あ、僕は意外とやってるグループなんですよ。なんかテレビとかでなんかそんなのやってらっしゃいますよね。村を作ってますね。村作ってるんですけど、前の日武道館でライブやって、それが桑に変わるんですよ。すごいですね。すごいですよ。どっちも二毛作ですね、だから言ったら。新しい二毛作みたいですけど。作ってると面白いですね。農薬とかって必要ですか、いらないですか。やっぱり必要ですね。だけど僕らは無農薬で。大変ですね。じゃあ大変です。虫とかはずっと見てないとダメですね。ずっと見てないとダメですね。なるほど、はい、こんな会話で大丈夫ですか。なんか印象変わりました、僕らのちょっと話して印象っていうのは。変わらないです。やっぱなんとなく思ってた通りですね。あ、ですか。ただ猪木さんは僕はもうガンガン行く人だと思ってたら、はい、さっきの話だと意外とこう悩むんですよみたいなことをおっしゃってたから、ああそうなんだと思って。ガンガンってその恋愛に関してですか。そうです、そうです。あ、今度僕らが岡村さんとお会いするときはガンガン行ってる岡村さんと会いたいですね。恥ずかしいですね。行ってましょうよ、その時は。頑張ります。ちっちゃい声なんだね。でもまた本当に再会したいですね。ぜひ、はい、ぜひぜひぜひ、はいはい、今日本当どうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。